はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきます。で、今現在来ているのがこちらの高投手ピックアップガチャと、ガールズピックアップガチャですね。で、一応これは両方引いていきます。で、まずは先に来ていたガールズピックアップガチャを見ていきますと、デビューキャラとしてまずマジカルーちゃんで、復刻キャラとしてカオルちゃんとレンちゃんというようなところになってます。で、さらに出現するのが女の子キャラのみということで、まあこんな感じですね。まあ女の子だけなんで比較的両キャラが揃ってるかなという感じです。で、こちらのガチャに関しては一応20連目まで引いていきます。で、30連目になるとバナーから SR1 枚確定なんですけれども、自分はもうカオルちゃんがねちょっとプラゴになってるんで、それを考えると、まあルーちゃんレンちゃんが絶対欲しいかって言われると、まあ、そこまでのキャラではないので、まあ、ちょっとねカオルちゃんが出る危険性を考えると、まあ、3回目はスルーしようかなと思います。で、もう一つの方ですね、高投手ピックアップガチャ、こちらは、復刻キャラとしてスザクと北斗がピックアップキャラになってます。で、こちらのガチャについてはバナーキャラの確定というのがないので、まあ、一応こっちは3回目まで引いていこうかなと思います。で、一応回数を重ねるごとに出現率っていうのが上がっていくところで、で、自分はまあ北斗は持ってるんですけれども、てか持ってるって言ったらスザクも持ってるんですけど、スザクは固有40で解放するキャラなので、スザクはねもう全然解放してないんで、プラ0ですプラ1にもなってないんで、まあ、ここで少しでも解放できればなというところです。じゃあ引いていくのはちょっとガールズの方から、20連引いていきましょう。ここはバナーキャラから PR 以上1枚確定で SR の出現率が2倍ですね。こういう2倍の時とかね出てくれると嬉しいんですけど、グググポーン、まあ入ってはないね。うん、とりあえずマジカルーちゃん、ちなみに俺マジカルーちゃんとかね全然使ったことないんで、カオルちゃん多いな俺カオルちゃんにもな愛されてるよな。あ、せっちゃんが出た。やっぱせっちゃんも愛されてるね。せっちゃんカオルちゃんに愛されてるね。では20連目に行きましょう。ここは普通に、SR が出てきますので、いきましょう。ポーンと、まあ、基本的にはもう解放狙いですね。解放狙い、葵ちゃんいいね。葵ちゃんはね、まあ、野球マン1号とかにも使えるんでで、ちょっと PR にまああんまり恵まれなかったかな。まあ木村ちゃんがいるんでいいですけれども、野球マン1号とかねちょっと早く来てほしいですよね。そうすればね葵ちゃん系がだいぶ使いやすくなると思うんで、それではこちらの高投手ピックアップガチャの方に行きましょう。まず10連目がバナーキャラから PR1 枚確定ということで、まあ、これはスザクが出ても北斗が出てもまあどっちも嬉しいですね。で、ここは SR2 倍ではないのか。おお、スザク、よしよしよし、桜の宮か。で、まあこうやってね R キャラも出てますけれども、次のね9月の25でいよいよね倉庫が実装されるんで、まあ少し R キャラとかも溜め込んでいけるかな。では高投手の2回目を引いていきましょう。ここは SR が1枚確定と。まあ、こういう時にね2枚とか本当に抜いてくれると嬉しいんですけど、そうはいかない。滝本かこれはミキサーくんだね。ムシカとか PR 持ってなかったんだ。あ、また守くんがいる。守くん、もう守くんはね本当に暁守る用なんで、それでは30連目に行きましょう。今回のガチャは本当に解放用と
ミサー用だね。ハリソンか。大西くんもね、どうなんだろうね。アントロメダ大西くんがいるからね。お、北斗のってか北斗の PR も初だったんだ知らんかった。というようなところですね。まあどこまで解放できるかなといったところから、今回はなんかすげえ収穫っていうのはなかったですけれども、ミキサー、あ、そっか、でもミキサーは、あ、そうか、ボックスが300だったとしてもどうなんだ、ちょっと見てみよう。ミキサーリキャラが5体設定されてません。レア度、もう六本木とか別にいいよ、突っ込んじゃおう。でカオルちゃんはね、さすがにちょっと突っ込むのはもったいないんで、まあ、鶴屋くん突っ込むでしょ、アンヌも突っ込んでいいでしょ、滝本とか、これさっきの滝本じゃないんですよ実は滝本もう一枚余りがあるんで、あ、これはなんか一個引っ張り出してこよう。それでミキサーガチャをやろう最後に。で引っ張り出してくるためにはなんか1枚消耗しないといけないのか。適当に強化する。ゲドウくんが2つ余ってるね。アスネちゃんをちょっとちょいちょいとやるか。あ、アスネちゃん41でマックスなんじゃん、よく見れば。じゃあダメだ。ゆかり様の PSR とかがあるけどね。ビクター35だから、まだもうちょっといけるか。どこにいる？ゲドウくん。ここか。この2枚を、とりあえず突っ込んで。で、実はね、まあ一応、なんていうの、その、プレゼントボックスの中に、ちょいちょいと、いらない SR くんが溜まってるんですよね。まあ、ミオちゃんはね、さすがにちょっとミキサーかけるのは、俺はミオちゃん好きなんで、でアンドロメダ・アラシマルとかね、で、コダカもちょっとあれかな、バージョン違いがあるんで、バレンタインの。で、ヤヒューちゃんとかも全然解放できないんで、置き去りになってますね。ここら辺、タケノコがいっぱいいるな。まあ、いらないけど。あとは、どっかに誰かがいるはず。ここら辺はいないな。ここら辺はあれかね、ギブソンジュニアのガチャを引いたときにいっぱい出てきたのかな、メジャーキャラが。ゲドウ君とかいっぱいいるな。いや、絶対誰かいる、誰かいる。これもほんとすげえ整理したいよね。ここら辺はルナちゃんガチャを引いた時か。金原どうする。あ、チャラいでいいや、チャラいもんミキサーにかけちゃおう。で、さっきの4人プラスチャラいが出来上がったんで、じゃあ最後にこのミキサーをかけて終わりにしましょう。ミキサーからミキサーになる可能性があるからね。まあ、今の流れはちょっとそんなに良くないんで、ミキサーからミキサーになる可能性がありますけども、鶴屋くんに、アンヌに、滝本に、チャライ。あ、これめんどくせえな、チャライロックされてんじゃん。そう、ちょっとこれめんどくさいっすよね、勝手にロックされるシステム。うん、まあわかりますよ、誤爆を防ぐみたいな役目っていうのは。わかるはわかるんだけどさ、なんかそのオンオフをできるようにしてほしいよね。強制的にロックされるじゃないですか。ロック機能をオンにするとかオフにするとか、そういうのがあってもいいと思うんですけどね。まあ、それを言ってもしょうがないんで、ちょっとまたミキサーを選んでいきましょう。で、六本木くんと、あとは鶴屋くん、アンヌ、チャライで滝本と。よし、この5体でいきましょう。獲得する。まあ5体混ぜてもね、まだまだちょっといらないキャラが出る可能性は結構高いんで。ほらほらほら、出た出た出た、ブロンコこいつもまたミキサー剣だな、しょうがない。
というような感じで、じゃあ今回は終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。